秋ですね。あ、どうもデストロイヤーひでおことデストロイヤーです。ちょっと今日はこれを見ていただきたいんですけども、ここの部分ね、テッカテカにテカってんの見えますかね。これね、そうです、オーバーフローでございます。まあキャブ車に乗ってる限りね、オーバーフローっていうのは、いつ起きるか分かんないし、誰にでも起きると思うし、まあ防ぐことっていうかね、起きてしまったら対処するしかないっていう感じだと思うんですけども、まあ持病みたいなもんですよね。だからね、私ですね、一応 FCR を20年間ぐらいつけてまして、今回のオーバーフローで3回目ですかね。うん、なんでね、まあしょうがないとオーバーフローが起きたらもうあの部品を交換するしかないなってことで、今日はね、部品の方を交換していきたいと思います。よろしくお願いします。参考までにですね、私のバイクは SR400 でございます。で、FCR の 39π ビッグボディがついております。パワーフィルター仕様ですね。所要時間およそ3分ですね。3分でキャブ単体までバラせるというね、まあ、私がパワーフィルターにしている、理由の一つが、もうこのキャブのバラしやすさっていうところも、非常に大きいです。先ほどちょっと見にくかったと思うんでね、ちょっと改めて、こんな感じでここ全体がね、ちょっと汚れてるのがわかると思います。インシュレーター側じゃなくて、マニホールド側ですね。こんな感じ。ガソリン濡れてるのわかりますかね、もうここが、うん。はい。でですね、今日交換する部品はもう結論から言うとこれです。バルブシート。バルブシートオーリング。そしてフロートバルブになります。でですね、私今まで 35π のキャブレターを使ってたんですけども、35π はね、この 3.2 っていうね、もうちょっと説明しますとですね、バルブシードっていうのは、数字があって、この内径の大きさかな、こっち側のおそらく内径の大きさが違います。それでガソリン流量も調節できるようになっております。でこれがシャープ 3.2 シャープ 3.4 シャープ 3.6 シャープ 3.8 ってね、4種類あるんですけども、私今用意したのはね、で 35π はねこの 3.2 ってやつが入ってます。なんですけども、今つけてる 39π はどの数字が入ってるのかちょっと分かんなかったもんで、まあ、ひとまずそこから上の数字ね、まあ40はないだろうなと思って、もう一個40ってのがあるんですけど、 4.0 かってのがあるんですけど、 4.0 はないだろうなと思って、ちょっと買わなかったんですけど、まあ一応4種類用意しておきました。でですね、それに合うオーリングが、こちらのですね、16958397710M1 というね、オーリングになります。そしてそれに合うシートバルブが、シートバルブじゃないや、フロートバルブが、こちらの大きいタイプになりますね。でですね、なんでこう2種類用意してるかっていうとね、これがね、 FCR のねパーツ注文するときにね、初めてとかだとちょっとね間違いやすいんで、ちょっと一つ言っておこうかなと思うんですけども、シートバルブっていうのは2種類ありましてですね、1.6 から2.6かな確かと、3.2 から4.0っていう2種類に分かれるんですけども、3.2から
4.0 っていうシートバルブは、いわゆるこっちの大きい方のフロートバルブがこう入ります。このようにね、ぴったり。で、1.6 から 2.6 ってやつが、このちっちゃいタイプのフロートバルブが入ります。これちょっとね、ゆるゆるなのわかるかな？こう。で、それに伴ってオーリングも2種類あります。3.2 から4.0 までのオーリングはこちらの数字ですね。最後に M1 ってつくやつが、大きいタイプのオーリングです。で、頭に W ってつくね、こちらの W9351-13080 ってのが、1.6 から 2.6 までのバルブシートに合うオーリングなんで、これね、私初めて買った時ね、間違って買ったやつ、まあ一応持ってるけどさ、こっちもね、以前間違って買ったやつなんだけど、こっちのちっちゃいタイプもね、のシートバルブも存在するっていうのをまず覚えておいた方がいいと思います。これね、ビッグボディかスモールボディかで決まるんじゃなくて、入ってるシートバルブのサイズによって変わるんで、うん、ここら辺はちょっとね、頼むとき、パーツ頼むときね、ちょっとお間違いのないように。まあ一番初めに FCR ばらしたときに、もちろんジェット類の番数とか確認すると思うんですけど、その時にね、自分の倍数の、このバルブシートもね、何番のバルブシートが入っているのかっていうのをね、確認して、覚えておくことをお勧めします。まあ今日私39倍ばらすんで、何番入ってるかっていうのも一応ね、お伝えしますけどもね、それぞれのシートバルブが何番なのかっていうのもね、まあ、自分のつけてるキャブレターのぐらいは覚えておいても損はないと思います。ちょっとね、説明が難しくてね、うまく言えたかどうかわかんないんですけど、シートバルブもオーリングもフロートバルブも、大きいのとちっちゃいのと2種類あると。3.2 より大きいのと 2.6 よりちっちゃいの、この2種類が存在しますよということでございます。これがまあ FCR の中身ですね。これがフロートになりますね。今からちょっとフロート取りますね。そしてこのフロートにぶら下がってるのが、フロートバルブと言われる商品ですね。これも今回交換しちゃいます。まあフロートに関してはですね、あと油面調整のやり方とかもね、ちょっと紹介してみたいと思いますけど、ちょっと今のところはね、進めますね。でこう見えてるのが、先ほども出てきたね、これがバルブシートって言われてる商品です。これを押さえてる、ビスは1本だけですね。これ抜けば取れてきます。どうやらですね、39パイも入ってるバルブシートの数字は、3.2 って書いてありますね。うん、なんでまあ残りの3つは無駄になりましたけどね、まあしょうがないですよね、これは分かんなかったんで。それでは今から抜いていきますね。まあ、どんな作業でもそうですけども、このドライバーのサイズがね、フィットするサイズの、製品でね、回してください。じゃないとね、ネジ山を痛めることになるんでね、こうピタッと入るような、
極端に小さいやつとか大きいやつとかではね、まあやらない方が、いいですね。はい、抜けましたね。まあこれはどうせ一応もう廃棄しちゃうんで、ペンチで抜きますね。このオーリングが入ってるからね、若干抜きづらいんですよね。はい、抜けました。こんな感じですね。ここのところにこの黒い部分がピタッと収まるとガソリンが止まるということなんですけども、それからこちらのですね、外側についている黒いオーリング、これの劣化でもね、ガソリンが漏れてくるっていうことがあるんで、まあ、今日はねこの3点を交換します。全部新品ですね。フロートバルブっていうのはこうやって上のねツリー金具の部分がね、内で販売されていることもあるんで、この一番上のツリー金具の部分はね、こうやってはまってるだけなんで、まあ、これだけは取っといてね、次買ったフロートバルブに転用するっていうのもありだと思います。まあ、一度ちょっとねウエスなんかで中を清掃して、そして、バルブシートにオーリングをつけますね。まあ、作業自体はめっちゃ簡単ですね。これ一度バラしたことある人、キャブレターいじったことある人ならなんてことない作業だと思います。これを同じところに入れまして、奥までギュッと入れます。少しねオーリングが効いてるんできついと思いますけども、奥までギュッと入れます。そして先ほどのネジを締めますね。あ、FCR の本体が安定しないから、ね、若干やりにくいんだけどね。バルブシートの交換はこれで終わりですね。楽勝すぎて動画になるのかっていう感じもしないではないんですけども、はい。でこちらの新品のバルブシートじゃなくてフロートバルブか、バルブシートとかフロートバルブとかねバルブが頭に来たりケツ側に来たりしてね、ちょっと言いづらいんですよね。はい、このようにつけまして、新品ですよこれ。そしたらこのまたねピンをドライバーで止めてやると。はい、これでね、オーバーフローの修理は完了でございます。今からねちょっと夢を確認したいと思います。一応ですね FCR のサービスマニュアルには、通常基準値のまま使用します、夢の工程でメイン系の燃料の出始めを若干変化させられる特性を利用して加速状態や全開状態等の可動特性応答を変えます、ただし調整量は基準値のプラスマイナス2ミリの範囲としてくださいとなってます。で9ミリがデフォルトで、低い場合が7ミリ、高くする場合は11ミリ以内にしてくださいとなっておりますけども、私はまあ9ミリでね、ほとんど夢はいじったことないです。
なんで今日も9ミリに調整して確認しておきたいと思います。はい、それではね、油面の確認を行ってみたいと思います。まずは、エンジン側が下ですね。で、パワーフィルター側が上に来るようにします。この状態で完全なフリーな状態になってますね。今ビヨンビヨン動いてるの分かりますよね、フロートが。で、こっから傾けていきます。ズン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 。で、ある一定のところに来るとフロートの動きが止まります。で、この状態で測ったのが、油面ですね。今の状態ですと約9ミリですね。ちょっとわかるかな、アップにしてもダメなんだよな、これ。わかるかな、うん。まあ、こっち側の丸い部分と奥側の丸い部分が重なる位置で、なおかつ差し金なり、定規なりスケールなりを当てて、測ります。私の肉眼だとね、奥と手前が重なって9ミリのとこで重なっております。はい、 OK ですね。今回は調整しなくて、まあ、基本的にはここまでいじる人っていうのはね、相当な油面調整で、カード特性っていうかね、キャブレターの性格を変えちゃおうって人はね、相当マニアックな人だと思うんですけど、私はいじったことないですね、ここは。まあ、ここまで来たらもうあとはね、カバーをつけまして、よいしょよいしょと、このね、加速ポンプのねゴムが入んないんだよね、結構。よいしょ、はい、これが入んないんだよね。なります。まあね、無理してやれって言ってるわけじゃなくて、まあもちろん自信のない人はバイク屋さんに持っていくのがね、本当に無難だと思います。ただまあ、やりたいっていう人の参考になれば幸いでございます。以上、デストロイヤーでした。ご視聴ありがとうございます。あれからね、丸1日ぐらい経つけど、まあ、濡れてる形跡はないですね。ちょっとワイヤーからね、オイルみたいなのは垂れてきてますけども、ガソリンが漏れて濡れてるっていう感じはないですね。